はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。台風の中負けず、実況プレイをしているパンクポックスのちょめちょめさぎです。今日も楽しくドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君を実況プレイしていきたいと思います。はい、台風の風がねうるさいのよね。なんかこの声と混じって入ってないかすっごい心配ですけど、まあ入ってないことになります。はい、前回ですね、あれですね、ククールからなんかいただいた指輪をカチッてはめてガーってなって、バーってなって開いちゃって、わーってなりましたね。はい、じゃあ入っていきましょう。修道院跡地ダンジョンです。よいしょ。ここのダンジョンね、何かと仕掛けが多いのよね。俺も忘れた。うん。これは可愛いね。うん。そうないか。ここで、注意するモンスターあれですかね。やっぱドラゴンクエストシリーズおなじみのメタルスライムが出てきますね、ここね。はい、メタルスライム、うわー、実況中一匹倒せたら倒したいなみたいな感じですね。一応お一発ここいけんな。あとは注意するって言うとあれかな、ミイラ男かな、名前忘れた、マミーやったっけ、ミイラ男かな。まあ、あいつがですね、体力多い割に、体力多いし、あと、あれなんですよ。呪いの玉っていう、なんかその、めんどくさい攻撃してくるんですよ。だから、倒すに時間がかかるかなみたいな、思ってますね。実況殺しですね、まあ。攻撃。はい。まあ、何かとこのダンジョンは難しくなってきますね。ここら辺からもう、いちいちややこしになってるかな、ドラゴンクエストの8のあれはね。おい。笑い袋はお金いっぱい落とすから嬉しいな、俺的には。おい、行きましょう。サクサク。目標はサクサク行くことです。降りて、降りての、どういうやったっけな。ここは無理か。どっかに地図があってんけどな。おいおい、びっくりした。くしゃー、画面赤なった。いやー、骸骨か、強そうやな。斧無双を、攻撃でいきましょう。ハエ男もね、俺、リップスの次か次ぐらいに気持ち悪くて嫌いっすね。なんか、キモくないっすか、ハエ男。もう、ハエ自体がキモいのになんか、気持ち悪いやつと混ぜて、なんか、キモさが倍増してるみたいな。なんか、すっごい。なぜ鳥山明はこのモンスターが浮かんだのか。もうザ・フライもびっくりっすね、もうこれね。ハエ男はほんまに苦手っすね。攻撃も攻撃でねちっこいんですよ。なんか、後半からなんかハエ男の色違いなんたらフライっていうのがおって、そいつがマヤド使ってくるんですよね。そいつが厄介でもう嫌っす、ほんま。はい、地図ゲット。ドラゴンクエストは地図がないとやって、おい、やっていけないですね。びっくりした。こいつはどうしようかな。普通に攻撃しようか。普通に攻撃。いら。大丈夫大丈夫。そんなにやな。ほい。ほい。よーし、ナイス。ヤンガスナイス。さすがヤンガスやね。ほんま。かっこいい。お、鉄の釘。やった。これでブーメランをハイブーメランに強化することができますね。どっちやったっけな。こっちなんもなかったっけ、ないか。ないな。ここで多分あれやな、毎日誰かが拝んではってんやろな。じゃあ、こっち行こうかな、先。ここのダンジョンはそんなに覚えてないっすね、なんか。おー、タンス。あ、お前一匹でお前ヤンガス様に勝てると思ってんのか、お前。主人公が、言っちゃった。じゃあ、タンス。これダンジョンやのにその生活用品、こういうタンスとかがあるっていうのは結構面白いですね。ほい。よいしょ。チュッ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 。ヤンガスの売り方かわいいな。ほい。そっか、オッケー。視点を回転させていろいろ探索するっていうのは結構大事ですね。やっぱドラゴンクエスト
中ではね。でも回転できるのは8からかな。あ、7もできたかな。7から8の進化はほんまびっくりしましたね、やってて。7まだあれなんですよ。ドット、チャード、まあドットっぽい感じで、その結構やりにくかったんですよね。で、それで何年かしてから、その8が出て、おい、進化しすぎちゃうかーって、びっくりしましたね、ほんま。まあ、7も結構進化してるんですよね。モンスターの攻撃モーションがあって、その、絵は動かないんですけど、その攻撃するときだけに、その、うりゃみたいな感じで動くんですよ。で、あとは、あれですね、その初の画面が動く。視点が動くみたいな。あとはあれですか、ディスクが2枚ある。1と2と分かれてるみたいな。あと、ラスボスの異様なまでの変身。あれはもうびっくりですね、やっててね。焦りましたわ、S7 やっててね、ほんまに。お、聖堂の盾。いけるかな？装備。お、上がる上がる。じゃあ主人公いっちゃおうかな。うん。主人公弱いし。ヤンガスはほんまタフですね。山賊やったこともあってね。ヤンガスはやっぱ序盤は一番頼れる、あれですね。男ですね。うん、こっちかな。ん？こっち？こっち行けんのか。よいしょ。なんもないな。崩れてるみたいな。メタルスライム出てこないな。出てきてほしいんやけどね。うん、斧無双、攻撃やん。おー、魔法ドン。おい。魔法ドンしかできへんのか、お前らは。よし。多分、3匹全員いくかな。よし。この斧無双は結構使えますね。ブーメラン使ってたら使わないかもしれませんけど、その、今のところ槍で進めてるんで、その、ありがたいですね。ほい。あと、ここの扉はあれですね。ちょっとホラー要素がありまして、入るじゃないですか。勝手に出てしまったじゃないですか。で、こっから出ようとしたら、開かないんですよ。なんかの呪いでしょうかね。怖いですね。まあ、戻れるんですけどね。まあ、はい。頑張ったら。あ、ダンジョンじゃあれなんですよ。錬金釜実は使えないんですよね。今は馬車を連れていないので、錬金釜は使えないっていう。まあ、もし、その中でチーンってなったら、リレミト使って出るか、それかもう、クリアするまで、あれ、もう、いやみたいな感じですね。もう、ダンジョンの中では使えないっていうのを結構覚えておいた方が重要ですのでね。覚えておいてください。もしね、重要アイテム錬金してて、そのダンジョンのもう奥まで来ちゃってる、うわぁ、どうしようみたいなことになったら、逃げんの？あれなんつって、あれなんつって、まあ、覚えておいてください。まあ、もっぱら重要アイテム錬金してるときあれかな。外うろうろしてるか、街うろうろするかかな、やっぱり。その錬金によってね、その、錬金するやつによって、時間、かかる時間が変わるんですよ。うわ、怖い、何これ。グロ。まあね、そういうのもあって、俺はやっぱあれかな、錬金するときは、どっちかって言ったら、その、うろうろしますかね、街の中。敵も出てこないですしね。多分この上行ったら戻れるんかな、上に。ですね、はい。さっきは、その横から行きましたけど、このままこう行ったら、下に直行できます。はい。でや、覚えてないぞ。全然覚えてないぞ、このダンジョン。うわぁ、ミイラ男タフやなぁ。よし。ほい。お、レベルアップ。レベル17に上がりました。ほい、ほい、ほい。結構上がるね。じゃあ、やりスキルかな、やっぱり。41 41あと、なんか、こっち、あ、こっち行けるか。なんかあるかな。あー、ないー。あ、これ面白い。見てください。この主人公が、まあ、キャラクターが倒れた時の棺桶がここにもあるっていうね。面白いですね。
俺も今初めて気づきましたこれ。そんなにでも自分でやってる時は見えへんからな、フィールドとかな、小ネタとかそのアイテムと。おっとー、魔人斬り、サミダレ武器、ソリュウチ、あー、まあまあいいっすよ、もう倒せないこと分かってました、はい、いいんすよ、そんなそんな、はあ、ショックや倒したかったな、まあいっか、まあどんどん出てくるし多分。ではこっち何もないか、ないか、こっちもないか。うわー、メタルスライム倒したかったー、倒したかったー、うっさー、1000ってやっぱでかいっすよ、序盤はね、倒したいっすよ、ほんま。どんでどうやったっけな、こっち、こっちでこうか、どこ行けんのか、無理か。いける？あ、いけるわ。あぶねえ、見逃すとこあった。腐ったしたーい。腐ったしたいもあれやな、結構前からいるよな。強っ死なへん。よし。びっくりした。アンデッド系はやっぱ体力でかいねんな。お、毒消しそう。ありがとうございます。よいしょ。ほい。ほい。お、水草のカビですね。あの、水草のカビっていうのはあれですね。あのチーズと錬金したら、あの、その、一段階上のチーズが作れるみたいなアイテムです。あともう一個赤いカビでしたっけ、ありますんで、それもいけますね。どっかに、うわー、キモい。うわー、これはグロい。これは小さいお子さん泣いてるな、多分。うわ、怖っ。結構ホラー要素きついな。来た！来たー！来たよー！来ましたよー！魔人斬りー！魔人斬りー！サミ、あーかん！多い場合はサミダリ斬りは NG や。うん。来たー！総流地をメタルスライム。よし、いいぞ！いいぞ、いいぞ。いいぞ。逃げるなよ。よし、いいぞ！いいぞ、お前ら。お前ら、いいぞ。お前らは、あれやな。将来出世するな。あ、行けよ。行けよ。主人公。あー、ヤンガス。ヤンガス。あ、待て。ヤンガス、お前やった。お前やった、いける。よし！寝るな。寝るな。寝るなよ、お前ら。起きろ。起きろ。あー、くそ。あー、倒したい、倒したい。あー、あ、よし、いいぞ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 。順調、順調。起きろ、起きろよ。逃げるなよ。起きろ、起きろ。起きて、起きて。起きろ、起きてください。あー、起きて、起きて。ですわ、ほんま。あー、いや別に落ち込んでないっすよ、はい、そうですね、メタルスライムもね倒せへんかったぐらいです、ね、落ち込めですね。あー、この扉開けたらいるんやな。いきますよ、オープン。おーい、おったー、ガチョーンってやってますね、こうガチョーンって。アイテム取り忘れないかな、まだ一個どれやろな、まあ、いっか、行こうか。
こいつね、結構あれですよ。強いですよ。ガチョーンってシロアリには結構強いですからね、こいつね。うわー、メタルスライムショックやわ。おっと、不意打ちや。こんなとこにあったんや。お、あった。これが最後か。これ、もうスルーしていくのは無理やんな。やんな。そやんな。そりゃそうやな。おーおーおお、苦しい、苦しい、苦しい。神はいつかにおられる。この苦しみはいつまで続く。うぅ、死んだ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 のだ。みんな苦しみながら死んでいった。あの恐ろしい病が我らをこの修道院の全てを死に包んだ。苦しい、苦しい、苦しい。我が苦しみはなら、我らが苦しみをお前にも味合わせてやる。はい、ボス戦。苦しんでるんですね。その苦しみ、僕にもわかります。ゼシカやばいな。ゼシカ体力やばいな。まあ、いけるか。こいつはですね、何かと面倒なんですよね。仲間を呼ぶし、あと攻撃も結構食らったような気がするな。あと、あれですね、ベギラマ使ってきますね、こいつはね。まあ、今のがまだ妥当っすかね。はい、行きましょう。こいつらはね、兜割りでまあ体力、あ、防御下げつつですね。はい、行きましょう。ゼシカ回復しようか。うん。ホイミ、ホイミ、ホイミ、ホイミがない。じゃあ主人公で行きましょうかね。来た。これやねんな。いやー。地の底から腐った死体と骸骨が現れた。これが結構厄介なんですね。よいしょ、オッケー、下がれ。よしよしよし。順調に下げてって、で、主人公のサミダレ好きでちょっと向こうも当たるみたいな。まあ、これでいこうか。うん。よいしょー。お、いいよいいよいいよ。最近15か、少ないな。お、いいね。来たよ。これ結構でかいよ。おい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 。ほい。よしよし、1か、もう下がらへんな、じゃん。こいつらでもほっといてもそんなダメージ食らんからいいかな。うん。問題は腐った死体の毒にならんようにすんのが問題かな。装填まずは行きましょうか。で、サミダレ好きの、レディーウィップ、HB を奪う。あー、これ行こうか。うん。体力やばいし。ほい。3! 微妙ー3って微妙やね。やばいやばい、ゼシカちゃんやばい。よいしょ。うんうんうん。いいよいいよいいよ。蒼天魔山でどんだけ食らうかやな。お、51! でかいでかい。いいよいいよ。うい。ヤンガスはそんな顔面の、あれじゃ食らわへんよ。毒か。じゃあ、ホイミ。で、総流地。よいしょ。うん、いいよいいよ、でかいでかい。いいよいいよいいよ、順調順調。主人公、毒大丈夫かな。おー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 。まだ AI2 回行動じゃないだけ、マシっすね、これね。序盤はまだ2回行動のやつおらないんですけど、その、後々出てくるんですよね。2回コード使ってくるやつ。そいつが厄介っすね。よいしょー。どんぐらい食らう？あ、食らわへんか。蒼天魔山。さあ、乱れ好きかな。で、総流地。あの、無知スキル上げてる時は、この総流地結構役に立ちますね。あと、ヤンガスの場合は、まあ、ヤンガスはもう、基礎的に強いから、まあ、どの攻撃でも、まあ、大体強いんですけど、まあ、ゼシカは無知スキル上げる場合は、これが一ちゃん強い攻撃ですね。はい、序盤は。後半でも結構使いますね。自分は使ってました。まあ、そんなこと言ってると、勝手にボス死んじゃいましたけども。いや、ご利用しでいける。いけるいける。いけるよ。よーし。
最後に腐った死体を倒すっていうのがいいですね。木のロザリオ。まあ倒しましたね、これでね。いやー、結構強かったですね。時間まだいけるか。まあ体力回復しますか。キアリー。体力はでも、あ、そや。あのボス倒したら体力自動回復か。MP と。で、毒は直してくれへんかってんな。まあ、あいつも苦しんでたんでしょうね、多分ね。で、ここを抜けてったら多分あれですね、もう地上出れます。で、一つ面白い話があって、そう、なんでこの旧修道院はこんなにも人が大勢死んで、その、ああいうモンスターが生まれたかっていうと、その、実はその、昔にこの修道院で疫病が流行って、その疫病のせいで、その、修道院に住んでた人たちが全員死んじゃったんですね。で、それで死にきれなかったその、一人の修道院が、あの、嘆きの亡霊という、亡霊になって、私たちを襲ってきたんですね、という。まあ、そういう暗い過去があったんですね。というわけで来たね。どうやって動かしたんや、これ、おい。なんや、お前、機械か？まあ、来ましたね。もう夜ですね、もう。ここが、その、あれです。修道院ですね、あの、院長様がおられる小島に着きました。まあ次回すごいイベントがありますんでやっていきたいと思います。じゃあまあ今回はこんぐらいかな。うん、時間もいいしね。はい、じゃあまあ以上となりますね。ご視聴ありがとうございました。次回も頑張って実況していくんでどうぞよろしくお願いします。ちょくちょく茶番も挟んでいきたいと思いますんで、はい、すいません。はい、それじゃあまた次回ご視聴よろしくお願いします。バイバーイ。